は、デザインドリップです。今回はプラスチックテクスチャーのインスタバナーの作り方を紹介します。はい、それでは始めていきます。まずはじめにあらかじめダウンロードしておいた紙のテクスチャーをフォトショップの方に持っていきます。で、大きさはお好みでいいんですが、今回は横幅1090ぐらいにして配置していこうと思います。大体で大丈夫です。はい、で配置し終えたらこちらの不透明度を 65% に変更します。はい、こちらで大丈夫です。ちょっと背景を白にして作業していこうと思います。次に写真を入れる枠を作ります。長方形ツールを持って適当なところをクリックします。550px×830px の長方形を作成します。背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにします。こちらと今作った長方形を同時に選択して中央に揃えます。はい、次にこちらに写真を入れていきたいと思います。あらかじめダウンロードしておいた写真素材をフォトショップの方に持っていきます。大きさはお好みでいいんですが、今回は横幅1250ぐらいで配置していこうと思います。まあ、大体で大丈夫です。で、オプションで四角形にクリッピングします。位置はお好みの位置で整えてください。はい、今回はこんな感じにしてみました。はい、次にプラスチックのテクスチャーを重ねていきたいと思います。あらかじめダウンロードしておいたプラスチックのテクスチャーをフォトショップの方に持っていきます。で、こちらを今回は横幅1000ピクセルにして配置していきます。はい、配置し終えたらこちらを回転させていきます。右上をクリックして変形モードにしてシフトを押しながら90度回転させます。はい、こんな感じです。で、こちらと背景レイヤーを同時に選択して中央に揃えます。中央に揃えたらこちらの描画モードをスクリーンにします。そうするとこんな感じになります。さらに重ねてる感じを出したいのでダブルクリックをしてカラーオーバーレイで、色は真っ黒000000の真っ黒で、焼き込みリニアで 5% に設定します。するとこんな感じでさらに重なってる感が出ました。で、こちらを今回は少し傾けたいと思います。右上をクリックして変形モードにして、こちら90度になっていると思うんですが93と打ち込みます。そうするとこんな感じでちょっとずれた感じになってアクセントになります。こちらでプラスチックテクスチャーの追加は完了です。はい、最後に飾りで文字を入れていきたいと思います。フォントはクローナ1、こちらフリーフォントになります。概要欄にリンクを貼っておきます。こちらの200ピクセルで、トラッキングは100、色は何でも大丈夫です。こちらでスタイルと大文字で書いてください。で、こちらの塗りを0にします。ダブルクリックから境界線を選択して色を AE825B の茶色にしていきます。で、位置は内側で、サイズは2ピクセルに設定します。こちらで OK します。するとこんな感じになります。こちらと背景レイヤーを同時に選択して中央に揃えて下に揃えます。こちらをコマンド J で複製して、また背景レイヤーと同時に選択して上に揃えます。先に作ったテキストレイヤーを選択して70ピクセル下に下げます。シフトを押して1234567、はい、こちらで大丈夫です。同じように上に作ったテキストレイヤーを選択してシフトを押して1234567、最後にこちらのテキストレイヤー2つを写真枠の下に持っていきます。はい、こちらで完成です。最近このようなプラスチックを重ねた表現を見かけるようになりました。手順自体はシンプルなんですが凝った感じに見えるのでおすすめです。ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。